オークションで落札した子供用の自転車を組み立てます。まずは梱包を解きます。外は台風で大雨なので、玄関の中の狭いところでの作業になってしまいました。そのせいでご覧のありさまだ。取るぞ。はい、取るぞ。ケイちゃんそっち側から取って、僕こっち側。せーので、もっと上、掘れタイヤ2本、もっと上、父さん掘れ、もっと上、タイヤのチューブだな、なんだ、タイヤじゃん、梱包の材料に使ってたんだ、多分パンクして使えないやつだろ、自転車屋さんだから、パンクして使えないチューブとかを材料に使ったんだよ。お兄ちゃん何色やったっけ自転車。青だよ。青と緑。それよりまずこの新聞全部抜き取ろう。うん、新聞全部。タイヤ、こっちにも紐あるけど、カバーか。へえ、チューブこんなところで作業するの。兄ちゃん、ここに紐あるけど、あ、取りに行く。こっちにも紐あるよ、兄ちゃん。これタイヤ、綺麗なタイヤ。ハンドルも、ね、これ切らな。そこもバンド。僕が切り取る。3本も一斉に切るのは、まあ、これが初めて。はっ、おっとりゃ、バンドごと綺麗に取れました。ガパバンドごと綺麗に取れました。ガパバンドごと取れました。ガパどこと取れました。眩しい。今日はけんちゃん、今日はオークションで落札して自転車かな、届いたんで組み立ててます。ん、始まったの。うん、よし。じゃあまずなんだろう、前輪、ハンドルを取り付けようか。あれ違うわ。うん、そうやな。いや、とりあえずハンドルと前輪をはめてみました。自転車らしい形になってきました。さて、ゴーグバーこいつ使う、どうするんだろう。ちょっと見せて。ハンドルを差し込んだだけでは空回りをしています。固定するのはこれを締めれば固定できるんではないかなと思います。僕もそう思います。ちょっと待って、合わせて締め込みます。六角レンチ僕も覚えとこう。ほらちょっとハンドルと車輪がね連動するようになった。 OK、 正解。ちょっと映そう。映ってるよ、回ったままだけど。いや、お父さんでギリギリ映ってない。あ、そうかそうか、はい、ちゃん、はい、固定完了。はい、固定完了、はい、次は何と取り付ける、じゃあ次はこれ、これ、じゃあこれ、あるいはこれはい、じゃあこれ六角レンチしまって、サドル乗るのは弟の方だから、ちょっと低めにしよう。低めにしておこうね。じゃあ低めにする、つまり深めに差し込むということか。ちょっとサドルに位置合わせますね。今ネジ締めてんのかな。
ちゃんと。ほらほら、じゃんじゃんじゃん、ちょっとずつちょっとずつ、ね、ほらできた。じゃあね、あの前輪のあそこの納豆をね締めるから、じゃあ移しますね。スパナスパナ、はい、うん、スパナ、うん、スパナ一応これ、これちょっと大きいんじゃないかな、見えにくい、これ、はいはい、でこれしまって、はい、うん、このビデオを見て。ちょっとこれハンドルもうちょっと低くならないのかな。ちょっと。え？抜いて。ちょっとさ、ちょっと。変わるかな。これはい閉まって。はい、ロックカメラにしま、ボタンは一緒に閉まってきて。はい。よいしょ。じゃあ僕名前言うから分かるならちょっと取って。天使再び登場、割り込んでくんな。お父さんをじーっと見ときます。じゃあね、あっちから見とけ、ここからでも見えるけど、前のどれを気をつけます。はい、どれ置け、このネジに合うあのレンチを取って、はい、これナットね、はい、はい、これ、これあったナット、10番、はい、OK、うん、はい、これしまってください。はい、しまいます。はい、自転車もだんだんと完成形近づいていく。ネジね、はい、でもよくも、これどうやってつなぐ？ブレーキシュー、前輪を外すためにブレーキシューが片方外されてました。これを、うん、OK かな、うん、はい、これ閉まってください。おい、あれ、はい、これ最後、うん、あとペダルだけど、ペダルは最初取り付けないでな、あの練習したでしょ、うん、うん、はい、これは後付けのため、ペダルが最後となります。ペダルは、うん、取り付けないで置いておこう、練習する間な、うん、ならカゴが最後だ、ね、そう、さっき間違えてもた。森高さん、はい、これに合うスパナを取ってください。え、これなんか めっちゃ錆びてるような気が、うん、外側だけ。だいたい10番でいけるんじゃね。ぴったりだ。はい。はい。はい。体落ちた。森高さん、プラスドライバー取ってください。はい、プラスドライバー。はい、プラスドライバー。とりあえずこいつを、めっちゃ入れだ。森高、はい、か、はい、これ片付けて、はい、なんとか作業終わった。うん、なんとか終わったけど、作業はほぼ終わりましたが、ほぼどういうことだ。部品が余りました。え？これは一体どこにつけるものなんでしょうか。それは一体どこだ。どこにつけるものなんでしょうか。何か、そんなに保安上重要な部品ではないような気がするので、とりあえずこれで見ておこう。ちょっと待って、僕見て。うん。ねえ、その部品見せて。うん、これとこれがセットとは限らないよ。別々に別の場所に使うものだと。うん。これカゴセット、これってカゴとセットに使うんじゃない？穴の大きさ的に。そうかな。はい。よし。まずこれで完成。はい、けんちゃんおいでー。まあ、待って。
映れ映れ。はい、これが完成した自転車。ちょっと靴、あのサンダルでも履いて、ちょっとまたがって。はい、これが念願のけんちゃん用の、けんちゃん用に買った自転車です。うん、お兄ちゃんも実はまだ自転車に乗れません。それ言うな。この自転車ね、あなたのよりちょっと小さいから、タイヤの大きさが2インチ小さいから、うん、お兄ちゃんもこれでいっぺん練習したらいい。ペダルまだつけてないから、あ、焦げないよ。うん、それで足がつくかどうか見て。あ、全然つくよ、ね、つま先や。ちょっと自転車起こしてみ。大丈夫そうやな。うん、大丈夫そう、大丈夫そう。よし、うん、じゃあまずこれで完成。はい、自転車出来上がり。ちょっとなんか部品が余ってしまったけど、うん、何の部品かわかんないけど、うん、まあ、とりあえずこれで完成。うん、台風が止んだらね、あなたのお兄ちゃんの自転車と見比べて、あの同じ形の部品を探してみよう。そうだな、よし、うん、はい、一旦終了。でん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 。あ、まだ撮影中。何時か。こうやって映してんねや。はい。はい、はい、こんな感じです。はい、オークションで落札した自転車組み立て完了。はい。